はい、全国の皆さんこんばんは。万人の知恵の時間になりました。今日はゲストに柴崎武さん、そして工藤直彦さんに来ていただいております。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では自己紹介を簡単にお願いしたいと思います。では柴崎さんからお願いします。はい、柴崎武と申します。私は今住まいは埼玉県の寄居町に住んでおります。会社の方は株式会社柴崎製作所という、自動車の部品を作っている製造業でございます。私の父が昭和31年に創業した会社でありまして、今期で65期目になります。私はですね、平成6年に社長を父から譲られまして、次は45歳の時でありました。私はちょっと少し遅かったかなという感じもありましたので、実は5年前に、当時は60期の時、私が66歳、実は私の息子が39歳の時に社長を譲りまして、5年が早経ちました。今コロナ禍にあってですね、大変な売上の上下がありましたけれども、おかげさまで11月にはコロナ前に戻りまして、良かったなというふうに今思っているんですが、まあ、自動車部品と申し上げてもですね、大体1台で3万点の部品を集約して、作られているんですけれども、まあ、実は寄居町っていうのは小さな町なんですけれども、ホンダがですね、30数年ぶりに国内に四輪車工場を作って、7年前に寄居工場が立ち上がりました。今月産2万台ほど作ってる、まあ、中核の企業なんですけど、工場なんですけども、ゆくゆくはですね、再来年には狭山工場も集約、そしてイギリスの工場もよりに集約するというような、まあ、これから大変楽しみなところでもあるんですが、自動車の部品というのは非常に品質を要求される部品で、主にブレーキ部品、それからエンジンの部品等々を作っております。末端では、ほとんどのメーカー11社にうちの部品を使っていただいているんですけれども、直接の得意先というのは、トヨタとかホンダさんではなくて、ティア1という、それユニット部品を組み立てて製品化している会社にが当社の直接のお客さんということになっています。はい、ありがとうございます。工藤さんお願いいたします。はい、いつもお世話様です。音楽事務所をやりながら哲学の習熟をやってます、工藤と申します。今日はですね、某経営者団体で、ご一緒させていただいている柴崎先輩からいろんなお話を伺えるかなと思って非常に楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ中身に入っていきたいと思います。先日ね、ちょっと打ち合わせをさせていただいた時に、2代目がすごく重要なんだと、皆さん3代目のことを言うけど、まあ、創業者はねもちろんですけれども、実は2代目が大事なんだよっていうお話を聞きまして、そうかと思ったんですけどそのちょっとお話をしていただけますか。はい、まあ、2代目というのは結局、初代のカリスマ性を持ったですね、ワンマンの、とにかく自分が好きで始めた商売の、父親になるわけですけども、その父親からですね、まず受け継ぐ側、そして3代目に渡す側でもあるんですね。まあ、この中間地点にいる2代目というのがですね、非常に私は重要なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、代を重ねるごとにですね、実は初代の苦労話とか実際の仕事をやってる姿を、2代目というのは見れてますから、割合意識的にはですね、経営の厳しさとか商売の難しさっていうのは自分で認識しながら経営はやれるんですけど、3代目っていうと割合私の時はですね、そんなに苦労を見せて中でですね、3代目をどう育てるか教育するかっていうのは非常に難しいところがあるんですね。で、私が変わった時はですね、45歳だったんですけども、ちょっと遅かったかなというふうに思いまして、私が3代目に移す時はできれば30代、ある程度失敗をさせてもですね、
2代目である私自身が元気なうちであれば、まあ、カバーも聴きますしね、まあ、そういったことで自分が元気なうちに早めに交代をするというふうに決めまして5年前に譲りました。で現在は5年間は代表取締役会長ということで、うちは装置産業のものですから、まあ、結構な借り入れ金もあるんで、まあ、銀行の方もですね変わったらすぐ代表権を、取っちゃ困るよというところもありましてですね、でも5年経ちまして、まあ、なんとか、なるかなというふうに目処が立ってきましたので、代表権を取りまして、ただの取締役会長という立場で今やっています。そんなバトンタッチをいかにスムーズにするかというのはですね、まあ、よく100年企業と言いますけども、まあ、一人の経営者として非常にまあ頑張れるとか30年とよく言われますが、まあ、少なくとも100年企業になるというのは3代の社長をうまくつないでいかないとですね、なかなかそこは難しいと思うんですけど、まあまあ、まあ、なんとか2代目から3代目におかげさまで、まあ、スムーズっていうのは、まあ、コロナ禍にあってですね言えませんけれども、まあ、なんとか やれるのかなっていうようなところで今現状は来ております。よくね聞くのは、はい、3代目で伸ばすか潰すかに分かれるってこう聞くんですけれども、ね、やっぱりそういう感覚ですか。そうですね、私聞いたことあるんですけど、真の名経営者っていうのは、自分が辞めてから会社が大きくなる、のが名経営者っていうふうに聞いたことがあるんですけど、それは結局後継者を、自分以上の能力を発揮できるように、教育したといいますかね、育ったっていうことだと思うんですけど、一番そこの辺がですね、特に中小企業っていうのは大事なところ、自分の能力を超える後継者をいかに育てるか、そこのところに尽きると思うんですね。そうすれば結果持続性のある、企業ができるというふうに私は思っているんですけどね。じゃあ3代目の時にもし、傾いていくとしたら、実はもうその目は2代目の時に、そう思います、作れなかった、もしくは何かがあって、形に現れたのが3代目っていう考えだと思いますね。ですから私は徳川、家康が初代秀忠っていうのは非常に評価をしているんですよ、家光3代目で、鎖国をしたり、いろいろな脚光を浴びてますけど、その辺のこう見えないところで、うまくコントロールしたのが秀忠だったんじゃないかなと、非常に個性のある大権現である、家康のこともうまく、自分は子供であってもですね、その辺の人間関係をうまく構築していったんじゃないかなと一応思ってますよね。はい、ですね。どうぞ今の点あたりどうですか。いや確かに私歴史大好きなんですけど秀忠をそういう見方するって斬新ですね。確かに、そうですか、確かにそうです。本当にそう思いますね。あの家光が突然おぎゃーと生まれて優秀な名君になったわけではないと思うので、君育した誰かがいるわけですよね。ってなるとやっぱり2代目って大事ですよね。そうですね。あと2代目で会社に入られて最初にもう大変なことがあったとお聞きしたんですけれどもそうですね、私の持論はですね、先代の番頭は次代の経営者の番頭にあらずっていう、私の先代の番頭は時代の経営者、片腕ですね、はい、よくやっぱり、先代が変わってもですね、先代についてきた、片腕の右手左手、番頭さんですよね、その会社をやっぱり支えてきた人がそのまま残るとですね、慣れていますから、2代目としては楽なんだけれども、相当やっぱり先代の経営者と比べてしまうんですよね、番頭さんが。そうなかなかやりにくいところがありましてね、私のところも結構そのぶつかる経営方針とか、やり方とかがですねぶつかりまして、結構やめられましてね、もういなくちゃ困る人から辞めてた経緯がありまして、これは自分の、自分の経営者として一本立ちするためには自分の番頭さん、あるいは片腕っていうのは自分で作らないところはいけないんだなということをつくづく思いましたね。じゃあ途中からね入ってったならこう育てることも、自分の代になったら番頭さんっていうのも可能だったでしょうけれども、お父様がねご病気で突然入られて、分かんない中で、他人のふんどしとは言いませんけれども、お父様のふんどしの中で勝負をしなくちゃいけない中で、
重要な方に向こうから辞めさせたわけじゃないですよね、お前についていけん、自分で独立したいと、独立したいということでね、表向きは、まあ、表向きはね、はい、でもまあ、ぐっと我慢してうちの仕事を出しました。ああ、ですからまあ形的には円満退社というのは取りましたけども、うん、まあ慣れてる人が辞めるわけですから私も大変、まあ、苦労しましたね、まあ、当時はまだ二十数人の小さい会社だと思うんですから、重要な人が欠けますとね、なかなか大変でしたけども、残った社員さんはその時の社長の姿を見てるわけですよね。そうですね、はい、こういじけてんのか怒ってんのかそうですね、まあでも、もう私も、まあ、特に総理に頼りすぎてね、まあ、自分としても、まあ、なんとか後継者として連絡者という意識は持っていたもんですから、まあ、ある方をですね、うちに来ていただいたんですよね、まあ、よく会より始めようと言いますけども、まあ、自分の部下をあるいは組織を作るためにまず一人の人間にですね、まあ、よく私が言っている惚れ合う関係の人間関係を込めてですね、そういった人に参考の例で来ていただきましたね、まあ、その人に大変助けられました、はい、どうせ今の辞められた話とかその会社に部品を出すとかっていうのって僕はすごいと思っちゃうんですけど、すごいです。その時点で倫理は学ばれてたんですか？いやいや、まだ、時まだ30代の子でしたからね。私例の倫理会でもそうなんだけど、はい、結局倫理極めるってよくわかんないけれども、しっかり学んで倫理経営できていく人ってもともと倫理的な人なんだよってなんか先輩たちがずいぶん言われてきたんですよ、はい、自分自身も、ね、だから今のお話聞いてちょっと鳥肌立ちますよね、うん、だって商売敵になっちゃうわけじゃないですかでそこに仕事をお出しするわけでしょ、だそれは相当辛いですよね。そうですね、でもそれをやると、でも世間は見てますよね、それ当然ね、まあ、やっぱり親父を助けて、うん、創業時代の恩人ですからね、うん、まあ、そう喧嘩する形で、まあ、私も辛かったですけども、うん、そういう関係にはしたくないなっていうのはそう思いましたね、うん、まあ、今でこそ僕はまあ倫理を学んで思うと祖先を大事にする会社としての祖先を大事にされたという、うん、はい、まあ、実は私がですね37歳、まあ、実は当社は31年の創業のものですから30周年を迎えた頃にですね、やっぱり大きな節目を迎えているような感じがしましてね、まあ、私とすれば一生懸命やってるつもりだったんですけども、まあ、いわゆる自動車産業の底辺を支える、まあ、下請け企業っていう、今でこそパートナーとかですね協力企業って言ってくれるんですけど、非常に封建的なね、もう親会社からお客さんからカラスは白いって言えば白って言わざるを得ないような理不尽な関係でもあったんですけれども、まあそういう中で自分ではまあ一生懸命やってたつもりですけども、まあ私の造語なんですけど、その時にばったり経営っていうのをやってたんですよ何の方針も理念もなくてね、まあ一生懸命やるだけ、お目先のことを一生懸命、右往左往してるだけ、はい、だから結局それだとなかなか成果が出てこないですね、それはなぜかなというふうに思ったところ、やっぱりうちの今でいう、まあ、社税とか経営理念というのが、まあ、どうしてもやっぱり必要だなというふうに思いまして、先ほど、まあ、創業の原点というようなつもりも含めて源クリエーションというのを、昭和61年30周年の時にですね、まあ、お客さんを寄りながらちょっと実際イベントをやってそれを発表したんですよ。で、源クリエーションというのは何かというと、さっきも申し上げましたけど、社長が、うちの父がですね、兵役時代に培った機械技術をもとに、作った柴崎製作所の、まあ、創業の原点を、まあ、これからもずっと忘れないでいようというのとですね、まあ、今よくステークホルダーって、まあ、利害関係者って言いますけど、まあ、柴崎製作所を、まあ、取り巻く、まずお客さんですよね、まあ、よく会社潰れるって言いますけど、お客さんのサポートがなくなってお前いらないよっていうことから潰れちゃうわけですね、まずお客さんに喜んでもらえる、お客さんの幸せに資する、まあ、会社、そして、まあ、社員とその家族の家庭ですよね、幸せっていうのはそこに感じるものだと思いますし、それから地域の
人々の幸せの源づくりに資する会社、まあ製造業だけども幸せの創造業を目指すっていう大それたね、まあ若気の至りもあるんだけども、そんなことを30代の半ばに、うちの社是として、掲げまして、まあ、よく日本語は言霊って言いますけども、まあ、源クリエーションという、まあ、言葉を私が得たことによってですね、何か今までバッタ経営をやってた自分が少し変わったかなっていうふうな感じがしましたですね。その時は倫理にはまだ出会ってない。まだ出会ってないんですよ。はい。